皆さんこんにちは、 FX トレーダーの西条です。今すごい勢いでリップが価格を上げていますけども、今後どこまで上昇していくかだったり、今後の値動きですよね。そしてテクニカル要素で見たときになんでこんなに上がったかっていうのをちょっと見ていきたいと思いますので、今リップル注目されている方だったり仮想通貨をお持ちの方は必ずこの動画は最初から最後まで見るようにしてください。またこの動画が分かりやすいと思われた方はぜひチャンネル登録高評価お願いいたします。はい、それでは実際に相場解説やっていきたいんですけども、見てもらうとリップの冷やしになるんですけども、冷やし単位でのこの下降ラインっていうのを今綺麗に抜けた状態になってます。で、抜けてからですね、一気に価格上に行ってるんですけど、で、昨日ですね、昨日の足で、一気に価格を上げてきてます。で、一個のここの意識されてたラインを一個飛び越えて上に上がった感じですよね。1.08 ドルから1.24ドルっていうのが結構意識されてきた、ここの価格帯のラインだったんですけども、そこを今飛び越えて、上に来て、綺麗にリサポ転換はできているといったような感じになってます。で、今後の動きについてなんですけども、これは本当に単純で、今ここに赤い線が引いてあるんですが、ここが今、直近では一番注文が多く入ってるところです。で、売りがある程度入ってるので、もしかしたらここで弾かれるかもしれないんですが、リップルって上がり始めると本当に強いので、そのままもう一段上ですよね。行って、またここの、意識されたラインで押し戻されて、で、何回かこう動いてこんな感じで動く可能性が結構高いかなと思ってます。リップルは結構今までファンダ頼みっていう動きを割としていたんですけども、今回はテクニカル SEC の訴訟問題の展開っていうのももちろんあったんですけども、それよりもやはりテクニカルで見るとこんな感じで大事なラインを飛び越えてですね、価格は上がっていってるので、これはですね、かなり強気の要素になってくるかなと思ってます。はい。で、一応、日足だけじゃなくて、これ、昨日の動画見てくださった方はわかると思うんですが、はい。週足ですね。週足での MACD のゴールデンクロスっていうのも、結構迫ってきてます。で、週見てもらうと、めちゃめちゃこれすごいですよね。1週間で、この 0.8 ドルから、この 1.26 ドルまでの壁ですよね。を4つぶち破って上に来ている状況になってます。で、このまま価格が落ちずにですね、明日の朝9時を確定したら、これだけ強いやはり大陽線っていうのはないので、この次で価格は上がっていってもおかしくない、次の週でまた上がっていってもおかしくないかなと思ってます。同じような動きしている時が一回あるんですけど、この次の週は残念ながらですね、すごい長い上髭つけて押し戻されてしまって、そこから価格が崩壊していったんですが、はい。で、話戻ると、ここの MACD のゴールデンクロスですね。もうちょっとで買いの転換が訪れます。この調子でいけばなんですけども。で、このゴールデンクロスっていうのが、リップルにしかりなんですけど、ビットコインがすごい強いんですよね。このゴールデンクロスをすると、週足での。基本的に、一番すごいのだと、それこそ昨日動画出していたんですが、12000ドルから65000ドルまで、このサインが点灯してから上まで行ってます。で、そういうのを加味すると、本当にすごい強い指標になってくるので、リップルの場合だと、直近で言ったらここですよね。ここのとこで転換してるので、44円とか45円ぐらいの週で反応して、サインが点灯して、そこから一番高値っていうのはここですよね。200円まで上がってるので、約5倍になってます。それくらい、この指標っていうのはすごい強いです。もちろんサインが点灯したから、すぐに爆上がりするとかっていうわけじゃないんですが、これ週単位で見てるので、本当に1ヶ月、2ヶ月とかのスパンで見たときに、価格はすごい上がっていきやすくなるっていうようなイメージになってます。で、そのサインが本当間もなく点灯っていうことで、かなり強い動きになってくるんじゃないかなと予想してます。で、週足で見ると、結構大きな、はい。あれがあるんですよね。ここが距離が長すぎるですし、大きすぎるので、ちょっとどうかなとも思うんですが、一応過去最高値の400円のとこですよね。とこから、下降ライン引いたときに、最初に差し掛かってくるのがこの 1.6 ドルぐらいにはなってくるんで、もしここをですね、抜けてきたら、とんでもないことになるかなと思ってます。もし抜けてきて、この辺でリサポ転換して、綺麗に本当抜き去った場合っていうのは、もう過去最高値、更新に向けて動いてきてもおかしくないです。テクニカルの要因で見たら。はい。なので、この動きはめちゃめちゃちょっと注目しておいた方がいいかなと思います。で、この過去最高値からのこの下降ラインを抜くと何がすごいかっていうと、単純に過去最高値、
から続く下落の流れを断ち切ったっていうことになるので、もう本当強気のサインになって価格は上がっていきやすくなります。でこれ同じ動きしてるのがビットコインなんですよね。はい、ビットコインの週足になってます。ちょっとこの価格が上がったところが出るんですが、はい、まあ、見てほしいのはここです。これがバブルキーと言われていた過去最高値から続くここの下降ライン、まあ、若干のこのズレはあるんですが、まあ、このあたり効いていて、でここでもすごい押し戻されてるんですよね、このあたりで。でここを抜いてからですね、ここを綺麗に抜いて、でここでまた抜いて、そこからも下に行くことなくですね、綺麗にレザーブ転換してどうなっていったかっていうと、皆さんご存知の通りこんな感じですよね。まあ下落とかもあるんですけども、まあ、抜いた途端にというとあれなんですが、抜いてからですね、綺麗に抜いてから一気に価格を上に押し上げているということで、はい、なので今それをしそうなのがリップルということで、まだ価格帯は上に行かないとダメなんですが、この過去最高値からの下落を抜くといかに強いかっていうのが分かってもらえると思います。なってくると本当に400円抜きっていうのも全然考えれるので、まあ、ぜひですね、リップルまだお持ちの方というのは希望を捨てずにですね、ノーシロングでいいんじゃないかなと私は思ってます。で、常々言ってますけど、結構暴落ごとに売る方すごい多いですけど、現物を。まあこれも前の動画で言っていましたけど、本当に仮想通貨に至っては、1回買ったらもう1、2年とかで手放さないぐらいの勢いで購入しないとなかなか利益出すのって難しいですよね。まあ、現にリップルもガチホしてた人っていうのは、今のこの上昇で結構助かってる方も多いと思いますし、それこそ400円から持ってる人とかってなるとちょっと厳しいんですけども、それでもやはり暴落の時に売らなかったっていうだけでかなり傷は浅くなってるかなと思います。なので、まあ、本当にリップルですね、本当にその400円とか狙うのであれば、割と暴落にそんな怯えずですね、現物なのでロスカットとかもないので気長に持っているのがいいんじゃないかなと思ってます。はい、ではすごい簡単になったんですが、リップルの今後の値動き、すごいスイング目線で、まあ、ロングの私は上目線なんですが、この相場解説というのは以上になります。いつもこんな感じで基本的にはビットコイン、リップル、IOSD、イーサリアムなどの相場解説というのをなるべく毎日動画にさせてもらっております。なので相場でもっと詳しくなって稼いでいきたいという方だったり、これから専業トレーダーになりたいという方は必ずチャンネル登録の方お願いいたします。また私西条と直接つながるラインというのをご用意しております。私西条と直接つながれることで、実質オクトレーダーと無料で対話できるということになりますので、かなりメリットしかないかなと思います。さらに私を今 LINE で友達追加してくださった方には、直近相場で月利 40% 弱出ているビットコインの自動売買ツールというのを完全無料でプレゼントさせていただいております。それに加え、今後10倍以上のリターンが望めるアルトコインというのも厳選して3種類お伝えさせていただきますので、この機会にぜひ私を LINE で友達追加して、この豪華 LINE 追加特典というのをお受け取りください。それでは本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。